はい、じゃあもう一回サビからね、サン、はい。ナスギブリンバーバー、ブリンバーバー、ブリンバーバーバー、ブリンバー。ゴラヌコ、汚れるじゃないか。チラシをお持ちしました。ちょ、待ってくれ、メス。あ、今来たかんよ。デュフ、可燃ゴミの日に、チラシを持ってくるとは貴様、言ってよし。わろた。ぬ、これは、真剣ゼミからの勧誘か。ぬ、粘着。漏れが筆記厨房ということがバリだか。そろそろ狙うも卒業せよ、ということですかな。ぬぬぬぬ。とりあえずこれをカチャマに持ってって入会できるか聞くでござる。おつ。チピチピ、チャパ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 チャさん。おなしゃ。はい、何?VIP から来ました。またそんなオタク用語使って。かっちゃま、チラシ届いてたんご。チラシ、チラシ大好き。チラシ、チラシ、チラシ、チラシ。もう、わかったわかった。もういい、そういうのやめて。今日のチラシめっちゃいい。あ、すごい。近所にチョコザップができるって。入会金無料。あとこれピザデリバリーで2枚目100円だってやばくね。仙台住んでる人限定で脇脱毛が0円。私ボーボー。私ボー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 。ちょ、食わせて、ドゥルドゥル、フジコルフ。かっちゃま、漏れに、真剣ゼミやらせてくれメス。出た。オタクゆっくりしていってねってかヌルポがプギャーって煽りやかおつかちゃま漏れがこのままヒッキーの狙いでかそってる板に AA をウップし続けるネキでオッケー。さらに教えてくんに対してビップぶってググレカスと返しソースはのレスに対して上皇だろうなどを小波の小手半でかきこし続けてオッケー。分かった分かった、うん、もう母ちゃんが悪かったからね、うん、真剣ゼミね、うん、やろうやろうやろう3月ちょその代わりさその代わりちゃんとほら家の外にも出なさいねあんたねちゃんと誰得誰得とかじゃなくてねまあまあどうせあいつ真剣ゼミの漫画読んでその気になっただけよ。あそうだろうね。うん、でもいいんじゃない、うん、引きこもり治ればそうじゃんあいつ引きこもりじゃんいやあんたらもだけどねたくもう入りますほら起きなさいよ。あ春休みだからってねこんなにゆっくり起きそもそも引きこもりに春休みなんて関係ないんだからな。もう午後4時ですよ。午後4時なんてまだ朝やって、うん、もうそういうのいいから明日はマイクおじさんのとこに行くんだからもう準備してちょうだい。もううん子供部屋おじさんあんたおじさんに向かってなんてこと言うの。まあねそのねおじさんもねなんだかわかんないけど会社やるんだってやはり3時のおやつは文明堂でござるな。ん何やらガヤが騒がしいな。それでなんで私たち行かなきゃいけないの。差しの悪い子は嫌いだよ。就職チャンスでしょうがよ。働いたら負けだと思っているのにパリンコ会社さて何の会社よ。それにあしら関係4級しか持ってないし無理でしょ。探偵ナイトスクープ始まったら起こして局長変わるよ。え誰いいヒッキーってヒッキーによく来なさいよ。マイクおじさんはねあんたたち受付で使いたいって言ってんのよ。え受付えこの顔で受付、まあうん、私も正直大丈夫大丈夫なのかな。でもねエリートなんかに見染められたらそのままポンポンポンよ。群生との結婚バリンコ何回落とすん。そう時待ったら服出さなきゃ。服スーツなんかもうきつくてカビだらけなんだけど。スーツどうする。島村に買いに行くか。島村やばい化粧品も全然持ってない。ドンキちょっと待って。なんか決まっちゃってるけどどうしたのこの人。もしかして自分も働けると思ってる。えククもできないのに。ああ漏れにもバトルスーツの身長が必要か。ちょこれ持てし握手ろし受付として精進する所存。所存ってちょっとえ何あれ。あんなのが受付になれるわけないじゃん。おい私たちの下げまあ正直この二人よりよっぽど受付っぽいが。おネズミ氏おつおつぬこはどうしてネズミ氏をいじめるのか。もまえの擬人化イラストお絵かきすれにウップすんのこら。ちょデューフちょっとこっち来て。ちょっと何やらかちゃまのすれが盛り上がってる模様行くしか。ぬこはどうしてそんなに喜んでいらっしゃるのか。もしやチュールでももらえると思っていらっしゃるのか。そいつはビルゾンですな。おわらおたくどうせまた重課金したんでしょ。これだからゆとりは。あちょゆとりってゆとりってあんたのことだからね。いやあんたもだから。そおっとこま盛り上がってると思いきやとんだ仮装すれでしたな。かちゃまの部屋に突してみたなつてかっちゃま、おはようでやんす。あ、もうこれ流行ってないか。自宅警備員の漏れ、また何かやらかした定期。かっちゃま、おこてる。超おもろ、すれたてよ。線行くまで秒かも。あぼーん。おこてるよ。おこてる。あんたがね、マイクおじさんとこ行かないって言うからさ。あの子供部屋おじさんの。おこてるよ。せっかくのコネニューサーチャンスなのに。それもあと行かない理由がニコニコ超会議の人かぶるからって。あなたそんなね1円にもならない会議にね出るよりの本当の会社に勤めてちゃんとした会議をした方が絶対。でもかちゃまずんだもんと東北ですもん。もうドラえもんだかホリエモンだか知らないけどさいつまでそうやってブラブラしてるつもりなんだい。
でもドラえもんは面白いか。モレはクレシン派で何点。でも今カッチャマがドラえもん。それよりさ、デュフはさ、なんか将来の夢とかあるんか。踊り手で有名になることです。100か。他になんかあるでしょ。もっとオトマト職人になりたくて。100か。そういうのはね、一握りの人間しか有名になれないって決まってるんだからさ。じゃあもううちで母ちゃんとさ、もう猫カフェやろ猫カフェ。あ、この子にほら受付やってもらって。受付この子に。インヌハカッチャマも